久しぶり来たね畑。もう忙しゅうて忙しゅうてなかなか来れず。あー、なんこれ、雑草もすごいけども。いいよ、これイチゴよ。これ育てないよ。あー、これ育ってないけど、これイチゴやとと。これイチゴ、イチゴ、この葉っぱイチゴで根付いてるからなんか大丈夫って言ってたおじちゃんが。これ大根？大根これ。全然出てないやん、お母さんの大根みたいに。ねってねってば、はい、これ大根やろ。お母さんの大根みたいにならんやん。やばいよ、雑草がすごいね。今度あったかく、冬休みのいずれかの日にこんといかんわ。これほうれん草やろ。これどう、ほうれん草はいい感じじゃない。うん、これキャベツはいかが。あ、ちょっと巻いてきたんじゃない。もうサニーレタスは早く食べたいね。はい、なんかもっこりしてるねこれ。まあ草さえなければいい感じやね。玉ねぎもほら雑草と同居してるね。寒いの？いやー、ちょっとほら草抜きが大変よ。これ家族総出でコント。除草剤撒いたら育たなくなる。野菜が食べれんがな、除草剤撒いたら。え、これ雑草だけからしか吸いにくい。夏も良くないやろ。やっぱそれであんまね、いくはないわな。あ、タマネジが大きくなってるね。そう、ドラドラ、あ、見えるの。まあ、成長してるね、ちゃんとね。あ、ほんとだ、玉ねぎっぽい。このあたり玉ねぎっぽいね。え、白い部分がある。もうほったらかしで本当にごめんねやね。まあでも今こんな感じ、雑草だらけですが野菜はちゃんと育っております。トキコ、ラジオを頑張って冬休みに草抜きに行きたいと思います。以上です。私も連れてこられる。うん、連れて行くよそれ。